お世話になります。ひとりでございます。冠の雪原の配信が10月23日金曜日に決まりましたね。配信されてからすぐにライバルと差をつけたい、爆速でスタートダッシュしたいと思っている方は多いのではないでしょうか。冠の雪原が楽しみでワクワクしすぎて眠れていない方も多いと思います。そんな方のために今回は冠の雪原配信までに準備しておくべきこと、ものをご紹介したいと思います。まず一番最初に準備しておくべきことは、登場する主要ポケモンを捕まえておくことです。やはり鎧の孤島の時もそうですが、冠の雪原でもわざわざポケモンを巣や草むらなどで探すよりもポケモンホームから一瞬で大量に送った方が入手が楽です。なので登場する主要ポケモンは揃えておいた方がいいでしょう。現時点で出現が確約されているポケモンは特に目玉のやつが多いと思いますので、優先的に揃えておいた方が無難です。具体的にはニドキング、ニドクイーン、クロバット、ブーバーン、カイリュウ、エレキブル、ボスゴドラ、チルタリス、ユレイドル、アブソル、トドゼルガ、ジーランス、メタグロス、ガブリアス、ウィージオ、アマルルガ、ガチゴラス、メレシーで、あとはガラルヤドランもしっかり進化させて準備しておくとスムーズにヤドキングに進化できると思います。あとは伝説、純伝説の全部です。一言でまとめちゃいましたけど全部です。で、こいつらはただ準備するのではなく、ポケモンホームに用意しておけば一瞬で送れるので、ちゃんとポケモンホームに送って保存しておくのがおすすめです。で、あとは御三家、幻系、ウルトラビーストもついでに準備しておくといいと思います。御三家については事前情報では全く触れられておりませんが、以前解禁された御三家はポケモンホーム解禁に合わせて送れるようになったので、年内に予定されているポケモン GO とポケモンホームの連携解禁と同時に御三家も解禁されるのではと私個人的には思っています。冠の雪原と期間はずれますが、もう用意しておくといいでしょう。そして幻系についても同様に、以前はポケモンホーム解禁と同時に送れるようになったので、ポケモン GO との連携開始時に送れるようになるのではと予想できます。特に幻系はポケモン GO でゲットできるやつも多いですので、このタイミングで解禁するのがかなり可能性としては高そうな気もします。ウルトラビーストについてはもう話題になっていますが、冠の雪原では一応伝説のポケモンが全てゲットできると言われていて、カプコゲコ等の純伝説も手に入ると言われています。公式的にはウルトラビーストは伝説枠には入らないかもしれませんが、純伝説的存在だと思いますので、今手に入れられるとの確定情報はありませんが、念のため揃えておくのがおすすめです。で、次に準備しておくべきことは、今までの図鑑を揃えておくことです。図鑑は鎧のことと同様にアップデートされるはずですので、今までのを揃えておけば新しい図鑑完成時の報酬にいち早くありつけます。またとりあえず現段階では新しい第3弾の DLC の情報はなく、マイナーチェンジ版の位置づけである DLC は冠の雪原で完結扱いになるかもしれませんので、このタイミングでまたポケモンホームに全種類のポケモンを預ければ、500年前の姿のマギアナ的なレアなポケモンの報酬もあるかも知れません。報酬を最速でゲットするためにも図鑑は揃えておくといいでしょう。まあ私は未だにガラル図鑑すらガラガラなんですけどね。そして次に準備しておくべきものはおしゃぼです。おしゃぼは伝説系等の捕獲のために用意しておくべきだと思っています。冠の雪原のメイン要素といえばダイマックスアドベンチャーですよね。4人のトレーナーでポケモンの巣穴に入り連戦していくような要素ですが、これで伝説のポケモンをゲットできるんです。で、公式サイトを見てみると、バトルに勝利するとそのポケモンをゲットすることができと書いてあるんですよね。これは多様に解釈できるので断言することはできませんが、この文面的にはバトルに勝利すると確定でゲットできるようなニュアンスにも解釈できると思います。しかも連戦しておそらく最後に伝説がいるわけで、公式サイトをよく見ると、ダイマックスアドベンチャーでは手持ちのポケモンを使用することができないため、トレーナーたちは提示されるポケモンの中からレンタルするポケモンを決定し巣穴の調査に向かうと書いてあり、レンタルポケモンを使うので戦闘で勝利すること自体の難易度はかなり高いと予想されます。難易度が高いのに捕獲率まで低いと無理ゲーになってしまうので、確定捕獲の可能性は高いですし、そうでなくても捕獲できる確率はそこそこ高いのではないかと思います。そもそもマックスレイドバトルはソロだと確定ゲットが基本ですし、レイドだと状態異常や峰打ちなど従来の捕獲率を上げる方法もできないので、捕獲率は高めでも全然おかしくありません。で、ようやく本題ですが、なぜおしゃぼが重要になるかというとお分かりですね。伝説が確定捕獲だとしたら、当然どんなボールでも確率が変わらなく、おしゃぼでも楽にゲットできるかもしれないからです。過去作では伝説をおしゃぼでゲットするのはかなり大変で、面倒だと思っていた人は普通のボールでゲットしていた人も多いと思います。今回はおしゃぼさえ用意しておけば、もしかしたら楽々に手に入るかも
しれません。ただあくまでも予想ですので、間違ってたら指5本で勘弁してください。そして次に準備しておくべきものはたくさんの BP です。冠の雪原の目玉アイテムといえば特性パッチですよね。普通の特性のポケモンを夢特性に変えられるアイテムです。このアイテムは公式サイトで入手することが難しく貴重な道具だがと書かれているので、どのように入手できるようになるかは不明ですが、 BP で入手できる可能性はあるかもしれません。ちょうど公式サイトでは特性パッチと鎧の孤島で登場した大スープの両方を使用するとポケットモンスターソードシールドで最初に仲間にしたパートナーを巨大マックスできる隠れ特性のポケモンにすることができるのだと、大スープと並列する感じで書かれているので入手することが難しいと書いてありましたが、大キノコくらいの入手難易度だと個人的には考えています。ですので同じくらいの労力を BP で考えてみると、他のアイテムよりはやや高めに設定された500から1000程度の BP で購入できるのもありえそうです。まあ普通にガラルスタートーナメントで低確率入手とかダイマックスアドベンチャーのシーンでは研究員に話しかけていたので、調査の報酬として研究員が開発したみたいな名目で低確率で入手とかもありえそうですけどね。まあ仮に特性パッチを BP でゲットできないとしても、鎧のことでは特に BP の新たな使い道は生まれなかったので、冠の雪原では BP を使う新たなショップとかも出てきそうな気もしますけどね。なので BP を集めておくのは結構大事だと思います。そして次に準備しておくべきものはとにかくいろんなアイテムです。おしゃぼと BP はかなり重要なので一つだけで挙げましたが、その他の細かいアイテム等も必要な可能性はあるので、優先度としてはそれほど高くないですが集めておくといいと思います。例えば経験飴です。ストーリーを進めていく上で鎧の孤島でいうダクマ1匹で挑戦するみたいになった場合、普通にレベルアップしたら攻略がすごく遅くなってしまいます。実際レジ系のところとかでは何か制限付きで仕掛けを解いていくとかは普通にありそうなので、攻略を素早くやるには持っておいた方がいいでしょう。他は鎧鉱石です。私的にはどっかのモブキャラに鎧島ってところがあるらしいんだけど私行ったことないの、そこには鎧鉱石っていう綺麗な石があるんだって。え、持ってるの？私のジャクオマルスキ海流と交換してくれない？なんて言われることがあるかもしれません。さすがに海流は冗談ですが、それこそ特性パッチと交換してくれる可能性も否定できません。同様に大キノコも交換アイテム的な位置づけで活躍してくれる可能性もあるので、持っておくといいかも知れません。というか大キノコってそういう交換アイテムにならなければ、もう巨大マックスポケモンが新たに出ない限りあまり必要なくね。ていうか巨大マックスポケモンが追加ってのは事例がめちゃくちゃ少ないし、大キノコの出番は鎧のことで地味になくなっちゃったんじゃね。そして次に準備すべきというかやっておくべきことはワットバグに関することです。この話題を挙げると絶対ゲームフリークはユーザーに有利のバグは修正しねえよ、バカじゃねえの、にわかがポケモン実況やんじゃねえと叱られてしまうので、あらかじめ言っておくと一応そのポリシー的なものは知った上で話しています。なのになぜバグは修正される可能性があるかというと、鎧のこともそうですが冠雪原もちゃんと公式の PV でマイナーチェンジ版的な位置づけで紹介していましたから、つまり DLC ですが存在としては新作扱いなはずなんですよ。なのでワットバグがいつ修正されてもおかしくはないと私は思います。しかも今はワット自体は鎧鉱石を集めてワットを掘った方が早く集まりますし、ワットバグは巣穴のポケモンを変えることに使うのが主流になっていて、冠の雪原が配信されれば夢特性は特性パッチ、巨大マックスは大キノコでできるようになりますから、もしかしたらガチでワットバグは必要ないバグ扱いされ消えてしまうかもしれない。ゆえにワットバグに関わる必要だと思うことはやっておきましょう。ワットバグの必要性は薄れているとはいえ、完全になくなったら地味に夢特性や巨大マックスポケモンを狙って手に入れるのは相当な難易度になります。もし修正されたらハピナスや抜け人レイドや普通の5つ星レイドとかもかなり低確率となってしまい、今後大幅に効率が悪くなってしまう可能性もあるので、不安な方は一通りやっておくといいでしょう。そして次に準備すべきものはもう一つのソフトです。全ての伝説ポケモンがゲットできると言っていましたが、実は一つのソフトでは全ての伝説ポケモンはゲットできないようです。公式サイトにポケットモンスターソードシールド、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスの片方のソフトのみでは全ての伝説ポケモンたちに出会うことはできませんと書いてありましたので、やはり一つのソフトだけでは全て捕まえるのは難しそうです。なのでソードだったらシールド、シールドだったらソードをエキスパンションパスも買って揃えておく必要があります。エキスパンションパスセットが発売されると言っていましたが、発売は11月6日なので早く攻略したい方は早めに揃えて
剣盾本編は一応クリアしておくといいと思います。そして次に準備すべきものはポケモン GO です。先ほども触れましたが、ポケモン GO は年内にポケモンホームと連携できるようになる予定です。でポケモン GO をやっていたら、幻系のポケモンや色違い伝説は比較的手に入りやすく、それを剣盾に送れるわけですから、まずはそういう意味でおすすめです。ただメインはそちらではなく、ポケモン GO をポケモンホームと連携できるようになったら、以前別の動画でご紹介した通り巨大マックスメルメタルがもらえます。おそらくポケモンを一度でも送り出したりすればもらえるので、ポケモン GO のアカウントを今からでも作り、できればある程度やっておくとめっちゃするでしょう。そして最後に準備しておくべきものは、友達や友達に準じるものです。これは鎧の孤島の準備の動画でも言いましたが、当然といえば当然ですね。なぜなら冠の雪原の目玉ダイマックスアドベンチャーは4人のトレーナーで行うもので、かつ NPC と一緒にプレイするとなると超大変そうだからです。今までの NPC はとっても強いので、400って先を読んでるのかわからないですが、特殊技が来るのにカウンターをやったり上気を逸した行動をすることが多かったですから、心配せざるを得ないですね。一応 NPC はあの強い面々は基本同じっぽいですが、使うポケモンは違うっぽいので、その点は考慮されているかもしれませんけどね。多分ゲームフリークはランクマ以外でオンラインの協力プレイをしてほしいという意図があるんだと思いますが、私たちにはそんなの関係にハイオッパピーなんでね、まあ、とにかくおそらくダイマックスアドベンチャーは下手すれば以前のミュウツーレイドみたいな難易度になり、ソロプレイは大変そうなので友達がいた方がいいわけです。もしくはせめて友達に準じるもの、つまりスイッチを複数台持ちで準備しておくとか、そういう準備はしておいた方が効率よく進められると思います。まあ私は大学で4年かけても一人も友達ができなかったんで、あと配信までの数日でどう一人でも友達を作ることなんて無理なんですけどね。テロリストじゃない。